はい、皆さんどうもこんにちは。2017年残りがねあと10日ほどになりました。クリスマス、お正月、楽しいイベントが続きますね。僕の方はねもう2ヶ月あと2ヶ月すると42歳になります。ピアノを始めたのは17歳頃からですので、もうだいぶ年月が経ってます。最近はね仕事で忙しかったり、いろいろねありましてピアノを弾いていませんでしたけど、またね以前のような趣味の一つとしてピアノを楽しんでいきたいと思ってます。時々冗談の入ったビデオもありますけど楽しんでいただければ幸いです。それではどうぞよろしくお願いいたします。トナカイだー。